明日に降りる回なんですね。扉。ドワーフみたいなのって、おそらくメジャードワーフなんだろうな。まあ、2体のモンスターにそんなにビビっててもしょうがないので。ブラインディングフラッシュ。攻撃。呪文。2体だけど、サイオニックブラストをちょっと使ってみたい。全体的に素早さは低いのがね、問題なんだけど。とりあえずブラインディングフラッシュ唱えたので、あとは適当に遊んでやろう。ハンマー投げてきた。サイオニックブラスト。ドワーフ命中3ダメージ。ドワーフは正気を失った。7ダメージ。消去を失った。ドワーフは地図化した強い。僧侶だけどドワーフもだいぶ役に立つようになってきたね。では、またも攻撃だね。ハーモニウムを出しとこう。ハーモニウム、ドワーフは不快になった。今回クォーターサウスにいた。頭にダメージ8。ドワーフは地図が、わら結構強力です。ドワーフもだいぶ戦力になってきたね。今のところ一番強いんじゃないかな。当たりさえすれば一番強い。あらー、低い。レザーホワーク?ハンマー?まあ、ここはもらってもしょうがないので、捨てちゃいましょう。宝箱です。開けます。まずは全員で調べていきます。あら、全然識別できません。AGY、はい、わかんない。なかなか宝箱の識別が難しくなってきました。3ぐらいとこ。なんだこれ?エナジードレイン。エナジードレインだこれ、間違いない。ちゃんと調べておいてよかった。エナジードレイン。罠を外しました。野立ち。何これ?ブロードソード。スティールヘルム。ホールモンスターズ。キュアーバル。ノダッチは、まあ、お金にはなるけれど、使いどころがない。っていうか、誰も使わないよね。まあ、もらっとこう。もらって、お金にしとけばいいんだろうけど、結構重たいんだよね。まあ、ムークも足しとこうと。ブロードソードはいらない。スティールヘルムは多分必要なので、もらっといて。ホールモンスターズは、適当も足して。キュアパラライズ。まあ、ちょっとも足して。ブロードソードはいらないと。だんだんもう重量は厳しくなってきたな。やばいな。荷物整理したいんだけど。あ、なんかフェアリーのスタミナが。よし。さて、どんどん進んでいきましょう、とりあえず。
こで、西の階段登って、待てよ、ここはどこだ？ああ。まあ、こっちは何もないと思うけれど、一応、行ってみましょう。ここで休息を取る、まあ、取らなくていいか。スタミナの回復がちょっとね。落ちたらやばいので、一応、ディスクにセーブ。ドワーフ。そうだ。あ、でもサイレンスは、これもったいないんだな。ホワールウィンドは効くと思うんだけど、サイレンスがあるから使わない。ブレスもな。普通に攻撃だね。で、なんだったっけな。そう、アイテム持ってなかったっけ？アミュレット、あ、これだ。アミュレットオブナイト使おう。使えるものはどんどん使います。で、隠れて。ここは節約か。テラ使っとこう。マークは、ここに行くかな。エリが隠れると。エルフはテラを唱えた。ドラッコはアミレットオブナイトの力を解放した。目が見えなくなった。目が見えなくなった。4体行くと思うんだけど、行ったね。4体の目つぶし成功です。あとはもう普通に適当に攻撃して倒せるでしょう。攻撃。つくでいいかな。フェアリーだけは隠れると。お、なんか投げてくるやつはかわせないのかな。ヒットポイント高めなので、なかなか倒れない。ドワーフの実家スター強いね。すでにアポロの攻撃力をしのいでいる。そろそろアポロがレベルアップして、レンジャーに転職できればいいんだけどね。あ、そっか。重量オーバーで、命中率が下がってる可能性があるな。結構戦力に響くんだよね。呪文を使うならいいんだけど、武器での攻撃にはちょっと不利になってしまうので。重量場もだんだんひどくなると、アーマークラスもね、上がって、まあ、回避率というか、防御力が弱まってくるので、その辺も気をつけないといけない。なんかさっきから経験値しょぼいな。採掘場でもらえる経験値ってもっとたっぷりもらえたような気がするんだけど、なかなかそういうわけにもいかないようです。こっちもちょっと行ってみようか。
慎重にね、進んでいかないとね。ちょっとした操作ミスって大変なことになっちゃいますから。で、ここは、こっちに行くしかないのか。で、ここは、こんな感じだけれど、あ、なんかもう呪文が切れてるね。ということは、どっかで休息を取って回復するにはいいタイミングなんだけれど、この場所で、あ、こっち行ってみようか。あ、休息に良さげな場所見っけ。では、ここで一旦休息だね。火薬を先にして。一応ディスクで保存してから、休息取ります。順調にスタミナ回復しております。いい感じだね。あああとちょっとで回復できたのに。じゃあ休息終了だったのに。ドラゴンとドワーフエルフが眠ってるけれど、アポロは攻撃時もないんだ。普通に攻撃するしかないんだけど。ムークのスリープが先に効きさえすれば、無傷でやっつけられる。フェアリーも生きてるしな。とりあえずファイアボールパワーレベル2ぐらいで打っとけば。敵が6体いるからといって6体一気に倒すためのパワーレベルで一番打つ必要はない。敵の数を少しでも減らせればいいという考え方で、敵のヒットポイントに合わせて呪文を選んだ方がいいかもしれないね、これはね。大体予定通り。ダメージ8、意外とダメージ高い。チェリークラウド2体残っておりますが、もうさっさと攻撃したい。というか、まあ、隠れてもいいか。ドラコ寝てる時に攻撃受けたからダメージ大きかったのかな？危ない。ドラコ寝てるからね。では、攻撃、頭をね、攻撃あるのみです。なかなか経験値もらえないな。あ、来た。アポロがレベルアップ。バイエティ。あえ！バイタリティが上がんないと転職できないんだけど。まだレベル8でしょ。結構きついな。どのスキルを上げようか。錬金術上げとく？とはいえなぁ。なんか、聖術全然必要ないのに結構上がってるな。指先技上げると識別とか高まるんだっけ。まあ、錬金術でいいか。で、一応、回復先にして、
見て、編集、キャラクターの職種変更、転職できない。レベル8になったのに、どれにも転職できないってひどすぎるよ。もうこれはしょうがないね。シーフのままもうちょっと我慢。で、さっきロングボウを見つけたの。これ分析してみると、ファイター、レンジャー、バルキリー、ローサムライ、モンク、忍者なので、シーフは装備できません。結構重たいんだよね。4.5 ポンドで。まだ、重量も、やばいか。ドラゴンの重量まだ余裕ある？ドラゴンももう余裕ないね。ドラゴンは若干余裕ありそうだけれど。ファーレギングとか捨てちゃっていいかな。じゃあトワーフにロングボウを重いから持たしとこう。それからスカルダガーせっかく装備してる割には全然使えこなせてないよね。スピードが上がってこないとダメなのか。だったらアポロがこれでしょ。ちょっとアーマークラス見て、エルフのまだアーマークラス低いか、低い高い。エルフを前衛出した方がいいかなとか思ったんだけど、無理っぽいな。もう一回休息をとって、それから先へ進みましょう。マジックポイントもね、ある程度回復してもらえると。